ジャニジャニーラブだよ。妹のジャニちゃんです。11月1日金曜日から11月3日日曜日の予定やっていきます。スノーマンの出演予定は週2回投稿しています。まずテレビから4本です。朝の情報番組、おそらく目黒くんが取り上げられるはずで、11月1日金曜日テレビ各局にて放送。目黒くんが日経トレンディ今年の顔に選ばれました。10月31日木曜日に選考発表会に登壇しました。そのため11月1日金曜日朝の情報番組4番組以上で目黒くんが取り上げられるはず。角度は高いです。なぜならば去年今年の顔が朝の情報番組で取り上げられていたためです。去年の日経トレンディ今年の顔が取り上げられた番組は ZIP、 目覚ましテレビ、どですか、グッドモーニングでした。この4番組は特に要チェックです。去年は選考発表会の会場でキャスターにインタビューを受ける様子が放送されていました。当チャンネルの視聴者マリクマちゃんからは各スポーツ紙にもメメが出そうと予想されています。視聴者のシトロンさん、かよちゃん、マリクマちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。11月1日金曜日のソレスの放送なし。次回の放送は11月8日金曜日20時から20時57分。夜明けのラビット。出演するのは宮舘くんで、11月2日土曜日5時45分から7時30分に TBS にて放送。10月29日火曜日出演時の名場面とアフタートークが放送。亀梨くんも夜明けのラビットのアフタートーク出そうですよね。向井くんがレギュラー出演しているドッキリグランプリですが、11月2日土曜日は放送なし。次回の放送は11月9日土曜日19時から21時。ちなみに先週10月26日土曜日は野球で放送休止になりました。休止になった回は後日放送予定とのこと。まだ放送日は決まっていません。続いて配信です。スノチューブ特別企画配信。出演するのはスノーマン9人で、おそらく11月1日金曜日17時にスノーマンチャンネルにて配信。10月31日木曜日の昼にスノチューブに告知ショート動画が上がりました。スノーマン9人出演、レイズの前でシルエットクイズ、アルバム発売を記念した特別動画ですね。告知のショート動画では本編動画の公開日時は明かされませんでした。いつもは告知ショート動画が公開された翌日17時に公開されますよね。なので11月1日金曜日17時公開の可能性が高そうです。視聴者のかよちゃん、まりくまちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いてラジオが3本です。サウンドスプラッシュ。出演するのは目黒くんで、11月1日金曜日13時30分から18時55分に FM 新潟にて放送。ニューアルバムのプロモーションでコメント出演。サタデーフレーバー。出演するのは岩本くんで、11月2日土曜日10時から14時に東海ラジオにて放送。こちらもニューアルバムのプロモーションでコメント出演。視聴者のみやびちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。ラジオ3本目。スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい。出演するのは佐久間くんで、11月2日土曜日20時から21時に文化放送にてオンエア。野球中継のため放送休止予定です。ただ会場の横浜スタジアムは屋根がありません。したがって雨が降った場合野球は中止、待って無理が放送されます。現時点では雨予報です。マテムリが放送される可能性 70% くらいありそうです。放送された場合は佐久間くんのソロラジオ。スノタンからは、野球で中止になる可能性を考慮して一人会を取りだめしてたのかという声が上がっています。続いて雑誌が2本です。日経トレンディ12月号増刊、目黒くんが表紙で11月1日金曜日に発売。なんと日経トレンディの人物表紙は2020年11月号のキムタク以来4年ぶりらしいです。
普段は文字だけの表紙なんですよね。今年の顔に目黒くんの選出が決まっていたから表紙だったんですね。インタビューは計10ページでお届け。デジタルカメラに加えフィルムカメラで撮影したお写真も掲載とのこと。スノタンからは、目黒蓮が表紙な上にドラクエ3のカレンダーがついてくるだと買うしかねえという声が上がっています。今回の付録がドラクエ3のカレンダーなんですよね。値段は930円。シネマシネマナンバー114、掲載されるのは目黒くんで、11月1日金曜日に発売。劇場版トリリオンゲームの撮影現場レポートに目黒くんと村尾監督が掲載。トリリオンゲームのプロモーションが雑誌からスタートしました。これが第1弾ですね。この雑誌を皮切りにこれからトリリオンゲーム動きがありそうですね。値段は1100円。続きましてその他の情報6本です。まず舞台室向井 FC 申し込み受付中。向井くんと室龍太くんの出演舞台室向井のファンクラブ会員チケット先行申し込み始まっています。申し込み期限は11月5日火曜日12時。開催日は東京公演が1月27日から2月11日、大阪公演が2月15日から2月24日、計22日間行われます。東京公演の東京グローブ座はキャパが700人。ドリームボーイズが行われた帝国劇場の約3分の1のキャパしかありません。プレミアチケット確定ですが、もし当たったら近くで見れていいですよね。新 CM ベビーワセリンリップテレビ放送開始。佐久間くんとハイハイジェッツ猪狩くんが出演する県営製薬ベビーワセリンリップの新テレビ CM ベビーワセリンリップダンス編が11月2日土曜日より全国で放送開始。当チャンネルの視聴者きなこちゃんからは、ベビーワセリンの前のイメージキャラクターは中丸くんだったみたいだから、例の件でさっくんと猪狩くんになったんだろうね。県営製薬さんは今までも道枝くんや永瀬くんなんかを起用してくれてる。視聴者のきなこちゃん、アプリコットちゃん、かよちゃん、シトロンさん、カニクリームコロッケさんほか情報提供ありがとうございました。ドリームボーイズグッズ販売終了。ファミクラストアオンラインでの販売期間は11月1日金曜日まで。パンフレットやアクスターなどですね。ここから画像はありません。まず11月2日土曜日の王様のブランチつぶやかれた番組ランキングにソレスノがランクインしてそう。向井くんと渡辺くんがタイに行った回ですね。続いてシトロンさんからの情報。素の日常ザムービーにメンバー全員の動画が上がっています。続いてシトロンさんからの情報。ファミクラのメッセージボックスに佐久間くんからのメッセージが上がっています。続いて10月30日目黒くんが2ヶ月ぶりにブログを更新しています。めちゃくちゃ長文です。写真も載っています。ラウールくんも更新してます。続いてかよちゃんからの情報。亀梨和也チャンネルで向井くん出演動画公開されています。爆笑スノーマン向井浩二と浅草でたい焼き作り。続いてかよちゃんとあさこさんからの情報。10月30日水曜日スノチューブに君へ送る応援歌レコーディングバージョンがアップされています。これなぜかいつもの17時に公開されずに22時30分に投稿されましたね。出演予定に追加があった場合、毎日更新しているこのチャンネルのコミュニティ投稿や X に反映します。次回のスノーマン出演予定は11月3日日曜日に配信します。ジャニージャニーラブだよー。